はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアム日産フェアレディ Z を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムの日産フェアレディ Z です。ボディカラーの方はブルーのソリッドだね。すごく光沢のある感じで綺麗だね。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。ウインカーの部分はオレンジで塗装がされてるね。グリル周りもすごく複雑な作りでかっこいいね。で、ボンネットの方を見ていくとこの部分に Z のエンブレムがプリントされてます。で、このままルーフの方を見ていくとこんな感じだね。で、助手席側はこんな感じだね。この部分にはフェアレディ Z ってプリントがされてて、ドアノブのところもシルバーで塗装がされてるね。窓枠の部分もシルバーで塗装がされてます。タイヤの方はホイールとかもかっこいいね。当時もこんな感じのホイール流行ってたね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。テールランプの部分はレッドのクリアパーツになってます。で、マフラーの部分もシルバーで塗装されてていい感じだね。で、運転席側はこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。リアのスポイラーの部分はこれはダックテールのような感じになってるね。すごくかっこいいデザインになってると思います。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとブラックで見づらいけど、シフトノブのあたりもしっかり作られてます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、ドアの開くアクションはないけどエンジンフードの開閉だね。こんな感じにエンジンフードが開閉して、中のエンジンヘッドの部分もシルバーで塗装がされてます。すごくいい感じだね。で、裏の方を見ていくと日産フェアレディ Z 2018年の写真になってます。で、このモデルは発売前から注目してた車種だね。ボディカラーもすごく綺麗で、フロントグリルの周りもすごくしっかり作られててかっこいい一台になってると思います。箱の方は正面のパッケージにフェアレディ Z のイラストはね。側面の方はこの部分に日産のライセンスがプリントされてます。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムの日産フェアレディ Z を紹介してみました。発売前からすごく期待してた車種だけど、その期待通りのデザインだったね。ボディの塗装の感じも良くて、フロントグリルとかリアのテールの部分もかっこよかったね。サスペンションとボンネットの開閉まで来たら、左右ドアの開閉まであったら嬉しかったけどね。ちょっとそれは贅沢かな。通常ラインナップ品でたくさんのプリントがあるわけじゃないけど、すごくかっこいい一台になってると思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。